こんにちは、メラです。今回はキング&プリンスさんの高橋海人くんについて、今後の活動がどうなっていくのか、11月、12月、そして来年の1月の運勢を占っていきたいと思います。先日高橋くんがインスタグラムで個人のアカウントを開設されましたよね。早速9個も投稿されていましたが、キング&プリンスさんの、ライブの MC でもこの話について触れていたみたいですよね。永瀬廉くんは今のところ投稿する写真がないとのことで、アカウントを開設する予定はないみたいなのですが、高橋くんが永瀬くんに俺のことをいっぱい撮ってくるじゃんって言っていたみたいで、なんかむずまじい様子を、小耳に挟んでいます。今回は高橋くんの動向をこれから占っていくのですが、キング&プリンスさんの活動に関しても、占いに出ていたら皆さんにお伝えしていこうと思います。それでは占いに入る前に、いつもの前提なのですが、あくまで占いですので、占いからわかる観点で皆さんにメッセージをお伝えしていきます。内容を保証するといったものではございませんので、あらかじめご了承ください。これから鑑定に入っていきます。それではカードを1ヶ月ごとに2枚ずつ引いてみました。これから展開していきます。11月の運勢、そして12月の運勢、来年1月の運勢です。占っていきます。この前永瀬廉くんのことを占った際に、思わしくないカードがいくつも出ていましたよね。6枚中3枚、ソードというカードが出ていたのですが、今回も6枚中3枚、ソード、同じ属性のカードが出ているんです。ソードのカードは、人々が知恵や情報で振り回されてしまうことを暗示しているのですが、今回も、高橋くんが思い悩んでしまう、カードが出ています。永瀬くんと似たり寄ったりな、カードの出方をしているなと思います。これからカードを1枚ずつ説明していきます。まずは11月の運勢からです。11月の運勢では、まず1枚目に、ソードの9の逆というカードが出ました。このカードは、心配事が多くて、夜も眠れないくらい、精神的に不安を感じていたり、恐怖や失望のカードと呼ばれています。このカードの寓意としては、頭を抱えている女性が描かれています。タロットカードにおいて、右が未来、左が過去と呼ばれているのですが、この女性は右を向いて頭を抱えていますよね。つまり未来を見るのが怖いという暗示になります。今回逆位置に出ていますので、さらにその意味が強まることになります。この先自分がどうなるんだろうって思いながら活動を続けられることになると思うんですよね。タロットカードって自分の思いが強いとそのカードに反映されることが多いんです。今回高橋くんの気持ちがこのカードに込められていると思います。実際お仕事でいいことがあったり、目に見える形で結果を残せるような出来事があったとしても、その人の思いが強すぎるとカードに現れてしまうんですよね。永瀬くん同様に、不安定な気持ちがカードに現れていますので、特に11月は不安定な気持ちにならないように、誰かに相談できるような心構えができると高橋くんは過ごしやすくなると思います。このカードが出た時って、自分が悩んでいることを認めて、はっきり問題と向き合わなければいけないことを暗示しているんですよね。だけど高橋くんがそこまでの気持ちになれる余裕がなくなってしまっているのだと思います。
精神的に追い込まれるカードになりますので、高橋くんがから元気に活動されることも否めません。そしてこのソードの9というカードは占星術でいう双子座の火星と対応しています。双子座はコミュニケーションの星、火星は攻撃や、争いの星と言われています。つまり自分に向けられる誹謗中傷、そして、ジャニーズ事務所さんにおける問題などで、高橋くんが悩まされてしまうと解釈することができます。そして、2枚目のカードではソードの2というカードが出ました。このカードは落ち着いていて平常心を取り戻すことができたり、優しい気持ちになれたり、内なる自分と対話することができる時に出るカードです。トートタロットでも平和という名前に変わります。さらにタロットカードを研究していたエテイヤ先生、メイザーズ先生、ウェイト先生もこのソードの2のカードのことを共通して友情と解釈しています。つまり落ち込むような出来事があったとしても永瀬くんと一緒になって活動を続けられるのだと解釈することができます。高橋くんの精神的な強さを象徴としていると思います。さらにこのカードは占星術でいう、天秤座の月と対応しています。占星術的な観点から言うと天秤座と双子座はバランスがいいんですよね。どちらも風のエレメントで、情報を司っているのですが、情報で傷つくこともあれば、その情報によって救われることもあるのだと思います。情報、つまり言葉によって皆さんから救われるのかもしれないですね。高橋くんが励まされてまた立ち上がってこの活動をもっとより良くしていこうって、皆さんを楽しませていこうって思われるのかもしれないですね。そして12月の運勢では1枚目に力の逆というカードが出ました。このカードはズバリ完全燃焼のカードになります。これまで全力で熱い気持ちで活動を続けられてきたと思うのですが、そのモチベーションが一気に落ちてしまうことを暗示しています。11月の運勢では2枚とも小アルカナというカードだったのですが、今回大アルカナという物事の本質を意味するカードが出てしまいました。高橋くんが本質的に燃え尽きてしまったり、続けたいけど続けられないというような気持ちになってしまうことを暗示しています。さらにこの力というカードの役としてはパワーではなくストレングスと訳されているんですよね。つまり精神的な愛情を示しているんです。単なるパワーのような力強さではなく精神的な強さを意味するカードになるのですが、から元気で頑張ってきた、高橋くんもここで心が折れてしまうことを暗示しています。それじゃあ高橋くんがこれからどうなっちゃうのって思われる方が多いと思うのですが、ここでアドバイスをするとするなら、この力のカードは持久戦がキーワードのカードになります。つまり突然事態が良くなるということはないんですよね。そもそも高橋くんが長期的な目標の中で走っているのだと解釈することができます。マラソンの途中で心が折れて疲れてしまって、途中棄権したくなる気持ちがこのカードに暗示されているのですが、事態が徐々に良くなるということを願って活動しなければいけないということを暗示しているんですよね。ジャニーズ事務所さんの問題もありますし、2人でキング&プリンスさんを守っていくと、決めた以上を急に物事が良くなるということは難しいとこのカードに暗示されているので、
正直12月は割り切って活動を続けるか、少し休憩を挟むような意識を持ってお仕事をされるのがいいんじゃないかなと思います。きっと高橋くんは気持ちが熱いままなんだと思いますね。常にモチベーションが高いまま活動を続けられているから、急に疲れてしまうことがあるんじゃないかなと思います。そして2枚目のカードでは金貨の10の逆というカードが出ました。このカードは経済的な不安定さや組織の中における失敗を意味しています。そもそもこのカードは、組織や家族、伝統ある文化、そして継承というキーワードがあります。今回逆位置で出ていますので、大きな組織から引き起こされる負の遺産という意味があります。1枚目のカードで、モチベーションがなくなってしまうとされるカードが出ていましたが、これは個人の問題ではなく、今所属されているジャニーズ事務所さんに何らかの影響があって、高橋くんの気持ちにまで毒されてしまうのではないかと解釈することができます。さらにウェイト先生はこのソードの10の逆のカードのことを、災難、喪失、運の餌食と解釈しています。運の餌食ってなんだか怖い言葉ですよね。ジャニーズ事務所さんは King&Prince さんが2人残ってくれたのだから、高橋くんという才能ある人物が所属されているのだから、今できるマネジメントと心のケアをしっかりしてもらいたいなと思うようなカードになります。そして来年1月の運勢ではカップのクイーンというカードが出ました。このカードは愛情深く思いやりのある女性、そして共感力があり尽くしてくれる女性という意味があります。永瀬くんのことを占った際にも1月に金貨のクイーンというカードが出ていたんですよね。今回高橋くんはカップのクイーンというカードが出ました。なんだかカードの出方が似ているなぁと思います。11月12月は心が折れる出来事があると思うのですが、1月はファンの皆さんによってまた救われるんだと思います。このクイーンのカードは面倒見が良くて母親のような役割を示すんですよね。ここで初めてカップという想像力豊かで愛情あふれるエレメントのカードが出ましたので、殺伐としていた気持ちが緩和されるのだと思います。そして2枚目のカードではソードのキングの逆というカードが出ました。このカードは攻撃的で人を傷つけるような人物、そして威圧的でその人のことを弱らせるような人物を意味するカードになります。このカードは永瀬くんのことを占った際にも11月の運勢に出ていたんですよね。同じ逆位置で出ていました。まだ救いなのは1枚目のカードにカップのクイーンのカードが出ていることだと思います。なんなら11月の運勢の方が心折れていると思うんですよね。もはや高橋くんは打ちのめされてそれに慣れちゃっていると解釈することができます。良くも悪くも鋼のメンタルになっているかもしれないですね。1月は高橋くんの活動が冷遇される可能性があるのですが、1枚目のカードが11月の運勢に出ていたこの力の逆が出ていなくて良かったなと思います。まだカップのクイーンのカードが出ていますので、ファンの皆さんと一緒になって、これからいいことがあると願って活動を続けられるんじゃないかなと思いました。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。
永瀬くんと似たようなカードが出たことに驚きでした。同じ活動をされているからそりゃそうだよなとも思うのですが、タロットカードって不思議だなって改めて思いました。いずれにしても高橋くんが気持ちよく過ごせるように皆さんで応援していきたいですね。それではこの動画をご覧いただきまして、私に個人鑑定をしてもらいたいと思われた方は概要欄に詳しい詳細が載ってありますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。